私はなんか小さい頃からお洋服が大好きで、なんか小さい時っておもちゃとかもちろん両親に買ってもらってたんですけど、私は洋服がいつも良くて、いつも洋服を買ってもらってて、ある程度小学生になった時、好きなものを買っていいってなったんですよね、お洋服を。で、唯一自由に選ばせてくれたものっていうか、父の父親がお洋服がすごくもともと好きなんで、その影響はすごく大きいと思っていて、色合わせだったりテイストだったり、そういう、まあ、メンズね、男性だから今自分がやってることとは全然違うことだったと思うけど、なんか意外と私はそこが原点かもと思っていて、なんかそういう小さい頃からずっとやっぱりやりたかったことをただそのままやったっていうか、気持ちが変わらなかったっていうのはありますよね。でもきっと熱量って変わらないって思っていて、そうだな、小学校の時とか中学校の時とか、なんか自分のそういうクローゼットっていうか引き出しにすごい綺麗に いろんな色のっていうか買った、その当時赤が好きだったんですけど、赤い洋服をこう綺麗に畳んでしまう映像が今でも思い出すんですけど、やっぱすごい大事にしてたし、すごい好きだったし、あとそれをね、やっぱり褒められるのがすごく嬉しかったし、でも意外とその頃の気持ち、もちろん変化してもっとすごくなってるかもしれないけれど、変わってないと思います。いつもやっぱりお洋服が大好きです。なんか、こんなに好きになれたものって他にないかもしれないです。なんか当たり前なもの、当たり前で絶対的なもの、なんだろう、一言だと言い切れないんですけど、本当に小さい頃から多分同じ体温、温度感でずっと好きでいられるものって他にはないし、やっぱりスタイリストってやっぱり仕事じゃないですか。ファッションが好きとスタイリストをするって全然違うことだと思っていて、でも私意外と一緒なんです。それ洋服が好きだから、だからスタイリストも好きだし、スタイリングするのも好きだし、洋服見るのも好きだから、なんか苦痛感がないですね。なんか仕事はずっと楽しいし、大変とか辛いは別にそんなの当たり前だし、それはあんまり気にしたことなくて、なんか結構好きなことが仕事にできてるって、いわゆるね、そうなんだなって、ありがたいなって思います。ヘラヘラじゃなくて楽しくいるって面白くなるからすごい大事だと思います。つまんなくするのも楽しくするのも本当に誰のせいじゃないから、私自身が作ることだと思ってるんで、まあ楽しくね、しますよね、はい、ついつい笑顔になるっていう瞬間は、まあ仕事の中で言うとやっぱり意思疎通ができて、まあ私がじゃあこういう感じにしたいっていう頭の中のことを伝えて、それをカメラマンだったりヘアさんだったりメイクさんとかももちろんモデルも含めて、それが具現化していくのが撮影だと思っているので、なんかそれがこう伝わって形になるってやっぱすごく嬉しい。言葉の使い方とかイメージの伝え方ってやっぱりここの中にあるものって言葉だけじゃ使い切れないことってあるから、やっぱりこう思ってることを感じ取ったもらえたってことは、まあお互いにとってみんなにとってすっごいきっと嬉しいことだと思うし、なんかそれが当たり前なようで当たり前じゃないことも分かっているから、やっぱりそうやってあすごいって思う時って、なんか本当に嬉しいって、思いますね。